ストロンボリ式噴火ストロンボリ式噴火パリクティン酸のストロンボリ式噴火円水台のスコリア級を形成したストロンボリ式噴火とは噴火形態の一つで間欠的で比較的穏やかな爆発を伴う噴火で火山歴火山弾が数百メートル程度の高さに達する噴火に用いられる用語である名前はイタリアのストロンボリ山から取られている ストロンボリ式噴火は強く爆発的でないために稼働のマグマ供給システムが壊れにくく長期間にわたって活動することが珍しくないこの噴火が続くと塩水台の形をした火災球が形成されるマグマの組成としては玄武岩から安山岩の火山によく見られるこの形式に属する火山はストロンボリ山以外にもパリクティン山エレバス山等が見られる 日本の例では近年の西の島の2013年から続く噴火が挙げられる。阿蘇山の中央下高級にある米塚スコイリア級も数千年前のストロンボリ式噴火で形成されたものである。ストロンボリ式噴火が起こる気候は火山ガスの泡が稼働内のマグマ柱を上昇し地表近くで圧力が低下、泡が破裂、マグマ片を透出することで発生する気候が 考えられている。泡が非道内を上昇する時間差があるため、噴火は数十秒から数分程度の間隔が見られることが多い。火ものは噴出時には高温で灼熱しているが、空中ですぐに表面が冷却して黒色を停止、着地時には硬化していることが多い。火山歴や火山弾は多いものの、火山灰の噴出は少ない。 ストーロンボリ式噴火で形成された火災球が円水台となるのは、固化した火山列器が転動して、火口周辺に外水を作り、暗息角に近い傾斜角斜面を作るからである。マグマ等位が上昇し火口から溶岩が溢れることも、あるほか、火災球の側面や底部から溶岩流が流出することも多い。溶岩は、ハワイ式噴火と比較すると粘性が大きい。両者の違いは、 火山採設物の生成量で、ハワイ式噴火は火砕物をほとんど生成せず火砕球を作らないのに、対し、ストロンボリ式噴火は火砕球を作る程度の火砕物を生成する。ただし溶岩流を伴う場合には火砕物より溶岩流の噴出量が多いことが珍しくない。ありがとうございます。